はい、ということで、カモンマテリアルの特別編のですね、はい、なんとですね、映画犬部の、はい、篠原哲夫監督のインタビューを、はい、絶賛編集中なんですが、はい、はい、まあ今日から公開というか、ね、うん、はい、やってるんですけども、はい、なんとですね、このインタビューはですね、はいはい、監督ノリノリですめちゃくちゃノリノリで、かなりネタバレです、うん、はい、白原監督ね、はい、あんまり時間ね気にしないですよね。あのイベントでももう押せ押せで、はい、ああだいぶ押せましたね。そうなんですよね、はい、はい、違うね番組とかで、はい、もあの1時間番組ないとラジオ無理です、ね、はい、10分とかねちょっと無理違うところもやってもらいますけど、はいはい、20分なんです、ね、あ、まあまあまあ、なので、うん、実はこの、インタビューも、はい、当初10分ぐらいの予定のつもりだったんですけど、はい、なんとあの25分パンパンで喋っていただいてまして、そう、ね、終わった方も覗きに行ったら、そう、パンパンで喋っていただいてまして、はい、今頑張って切ってるところです、はい、はい、なので大体20分から24分ぐらいになると思うんですけど、はいはい、ただしネタバレオンパレなので、うん、見てない人でネタバレが嫌な人はご注意くださいという内容になってますので、うん、ぜひですね、はい、できれば映画を見てから見ていただくとより楽しめるというか、ああなるほどねっていう感じになるようにはなってます、うん、で 見る前に見る方はネタバレがあるということを前提でご覧いただきたいというふうに思います。もう大阪の方の説明とこの佐賀監督の動画を見ると、はい、見た気になっちゃう、ああもうかなり見た気になるかもしれないですねあの方とセットで見る、あの方でとセットで見るのがいいかもしれないな、もう見た気になる、でもやっぱり、はい、それではダメで、見た気になっても劇場に行きます。いやあのね、やっぱね映像で見るの全然違いますからね、はい、はい、はい、ぜひあの林健人君と中川大志君 の、はい、あの爽やかな、はい、笑顔と、はい、頑張ってる姿を見ていただきたいなと思いますので、はい、映画まず見てください。そして、インタビュー動画もぜひご覧ください。もう特別編ね、はい、頑張っておられますので、はい、もうちょっと待ってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。